はい、はじめまして、おはようございます。不明です。戻します。どこまで行ったっけ。未だ繋がらず。まだ情報が未だ繋がらずってことだっけ。電波塔でのことを思い出し、黙り込むわかる。よくよく考えてみればおかしかった。すべての出来事は予言書を読んでから起きた。確かに地震や雷など予測できない出来事もたくさんあった。しかし同時にそこには何者かの意志が働いているような気がした。私たちのことを知っていて、なおかつそんなことができそうな人物。やはりルイは生きていて、裏で糸を引いているのではないか。あの時、家の前にタイムカプセルを置いたのも、やはりルイだったのではないか。ワカルはそう思い始めていた。挨拶したよね、最初始めるときね。はい。なわけねえだろうが。ワカルがそのあたりを伝えると、戸田は取り乱し、声を荒げた。なんでそう言い切れるの？確かに、行方不明だって話だけど、誰も本当のことは知らないんでしょ？もしかしたら何か事情があって、今、また戻ってきたのかもしれないじゃん。違う。戸田は小さくつぶやくように声を漏らす。違うんだ。今までとは違う。弱々しさを感じさせる声。俺は見たんだよ。あの時、あいつが、ルイが死ぬところを。え？絶句するわかる。そんな、どうして、いつ、どこで見たの？どうしてそんなことずっと黙ってたの？ねえ。戸田は黙り込んで話そうとしない。答えてよ。ワカルは力なくへたり込んだ。じっとりと汗でにじんだ髪をかき上げ、部屋の反対側へと視線を移す。ああ芝くん？そんなこと嘘だね。戸田くん、嘘だと言ってよ。崩れ落ちる芝。戸田は悲痛な表情でうつむいたまま。ワカルは改めて10年前に起きたことを何も知らなかったのだと理解した。転校してしまった自分は蚊帳の外で、もうただの部外者でしかないのかもしれない。そう落ち込んだ。そしてそれと同時に、何か妙な違和感を感じていた。私、まだ、何か大事なことを忘れてる？うん、前にもあったけど、チャプター終了直前で終わってたんだね。はい。蘇った記憶からルイはやはり生きているのではと思い始めるわかる。しかし、戸田はルイの死を直接見たのだと告白する。わかるは混乱の中、何か大切なことを忘れているのではと疑い始める。はい。じゃあチャプター6行ってみましょう。メイ、アン。キャピタル、アイディア。読み方合ってる？困ったね。積み重なった土砂から離れると、ワカルは力なくつぶやいた。これじゃ通れそうにないよ。体育館へ続く渡り廊下を見つけたワカルは、先ほどまでは出口への期待を膨らませていた。しかし、その道は土砂で埋まっていて、どうやっても進めそうになかった。そうか。戸田もため息をつき、目を伏せる。
芝はあれ以来うつむいたまま一言も喋っていなかった。芝くん大丈夫？休んだ方がいいかな。あ、いや、うん、大丈夫、心配しないで。どこかうつろな目をしていた芝だったが、声をかけられるとハッとしてそれに答えた。それならいいけど。振り返って廊下を見渡す。あれは給食室だよね。体育館につながる道があるかな。搬入口が使えるかもしれないぜ。一応行ってみるか。そうして3人はどこか暗い雰囲気のまま給食室に侵入することになった。給食室に入ったのってよく考えたら初めてかも。確かに中に入る機会なんてそうないな。そうだね。それじゃあなんとか先へ進む方法を探すとしますか。あ、ここにも土砂が入り込んでる。うん、危ないから近づかない方が良さそうだね。いつ流れ込んできてもおかしくなさそうだな。長居は危険だ。早く体育館への抜け道を探そうぜ。確か体育館にもつながってる搬入口があるはずだよ。わかった。それをまず探しましょう。支店は4方向かな。どこから見ていこう。これ多分入ってきた扉よね。こっちは入ってきたドアだね。今は先に進む方法を考えよう。これはこれ何もないんかい。いや、上にある、なんだ、配電盤かなんかかな。タッチしてみたんだけど何も反応がないっていう。蛍光灯も反応なしか。さて、んじゃあこれ。これは食器用のエレベーターかな。開けて調べてみようよ。よし、開けるぞ。なんだよこれ。これ以上持ち上がらねえぞ。あ、よく見て。扉のレールが錆びて引っかかってるみたいだよ。レールが錆びて、お。ねえ、少しだけ空いた隙間から奥に何か見えるけど。奥に何か、これ通路か。結構奥行きがあるみたいだね。戸田くん、手届く？通路なわけないか。このサイズ、うん、あ、うん、通路ではないよね、多分。あんなに奥にあるのは無理だな。この隙間じゃ腕しか入らねえし。扉の錆びたレールをなんとかできないかな。さて、いやでもこのサイズだからな。いや、このサイズだとしてもこんなところに通路作らないか。いや、わからないぞ。この町謎の仕掛けだらけだからわからないぞ。この食器棚には何が入ってるんだろう。入ってたのはこの食器油だけみたいだね。あ、食器じゃない、この食用油だけみたいだね。油でなんとかなるかな。それって何年も前のやつだろ。大丈夫なのかよ。うん、振ってみたけど固まっていないから大丈夫そうだよ。まあ料理にこれを使うのはやめといた方が良さそうだけどね。これで滑りを良くするってか。食器棚の中はもう何もないみたいね。上も関係なしか。使ってみるか。植物油だな。固形化はしてないみたいだぜ。これどう？錆びてるところにこの油を塗れば引っかからなくなるかな。
これでいいかな。戸田くん、開けてみて。そんな色変わる？油塗っただけだよね。いや、塗ったというかかけたのかな。よし、わかった。油のおかげかあっさり開いたな。中を調べてみようぜ。これは粒状の洗剤か？粒状洗剤。水に溶かして使うタイプのものだね。これだけで使うことはできないよ。食器用のカートが置いてあるね。だけか。これで全部か。なんて？配膳用のエレベーターだよ。時間が経った影響で動かないようだね。これは？プレートの上に何か置いてあるぜ。これは何だ？これはキッチンタイマーね。料理の時間を測るのに使うの。あんまり役に立ちそうな気がしねえな。そうだね。とりあえず他の場所も調べてみようよ。じゃあ次こっち。これ電子レンジが置いてあるよ。まだ使えるのかな。塩博多のないこのネタ知ってる人いるのかな。食塩だね。食べられそうな気はしないけど。あ、だけ拾ったりはしないのね。レンジの上に紙が置いてあるね。レンジを作動させるにはか、キーを入力しないと動かないみたいね。まともな器具はないんですかね、この町。この町というかこの世界かな。2つくらい町冒険してるよね、確か。レンジを作動させるには2つの仲間外れの皿の重さの合計を入力してください。はい。レンジの上に皿が置いてあるけど、これのことを言ってんのか。うん、多分そうじゃないかな。とにかく重さを測るものが必要ね。これ皿が何枚か重ねて置いてあるな。あ、電子レンジ調べてね。レンジのスイッチを調べてみましょう。これ押せってことね。何か温めるつもりなら先に物を入れて押した方がいいんじゃねえか。レンジの中は何も入ってないみたいだぜ。なんか入れるもんあったし、塩じゃない。あ、これ溶かして使うんだっけ。今溶かしても意味ないのか。粒状の洗剤が入ってんな。水に溶かさないとこのまま使うことはできないね。熱で溶かすんじゃなく水に溶かすのね。はい。あとは台には何も置かれてないみたいだぜ。大人数用の調理をするための釜があるね。釜の隣にあるハンドルは何に使うんだ。重たい釜を傾けるのに使うんだよ。あれ？ハンドルは回るのに釜が動かないよ。どうやら釜の方は壊れてしまっているようだね。すごく大きな釜だね。何人分の料理が作れるんだろう。釜の中に何か入ってたりしねえよな。蓋は開かないね。壊れてるみたいだよ。んじゃ次こっち。換気扇。換気扇は壊れてて動いてないね。ここから出るのは無理だよね。換気扇取り外せば通れるんじゃない？知らんけど。この台には何も置かれてないみたい。他の場所を探しましょう。食器棚ね。扉はどれも開かないみたいだけど。あ、見て、食器棚の後ろ。
棚の後ろに隠れてるけど、これが搬入口なのかな。棚が邪魔だな。おい、動かすからちょっと手伝え。うん、わかった。せーの。ダメだ、重たくて全然動かないよ。車輪がついてるはずなのに壊れてるのかな。もしかしてこの車輪にロックがかかっているんじゃないかな。ならロックを外せばいいだけだろ。そうなんだけど、外すためのつまみがどの車輪にもついていないんだ。その辺に落ちてたりしねえのかよ。なさそうだね。とりあえずロックを外せそうなものが他にないか探しましょう。食器棚の車輪のロックを外さないと食器棚を動かせそうにないね。水道があるね。水が出たりしないかな。これ水道につながってるってことは水が入ってるのかな。この出っ張りはもしかしてこれ回せるのかな。うん、そうかもしれないね。他に開け閉めできそうなものはないし。タンクの出っ張りを回せたら水が出るかもしれないね。シンクに蛇口があるぜ。ちょうど喉が渇いてきてたんだよな。でもこんな古い建物の水なんて飲めないんじゃないかな。何にしてもまずは水が出るかどうか確かめなきゃね。やっぱ出ないか。さっき調べたタンクから水が出せるかもしれないね。そうね、タンクから水を出す方法がないか探してみましょう。水は出ないみたい。元をたどればその原因がわかるかもしれないね。これどこ調べても一緒なのか。下は下何もなし。これだけ物を置いてあるのにね、どこタッチしても変わらないんだね。壁も天井も崩れてる。あまり近づかない方がいいね。でかい冷蔵庫だな。これ電源は生きてるのか。またなんかあるね。この金属のプレート何も書かれていないね。固定されてはいないみたいだけど、取れるのかな。あ、見て、裏側に何か書かれてる。つっても真っ黒に汚れてなんだか全然わかんねえな。油汚れかな。ただ拭くだけじゃ取れそうにないね。このスイッチは冷蔵庫のロックかな。なんかスイッチ系ばっかり出てきてない今回。ここだけスイッチが抜けてるね。まさかここを押さないとロックが外れないってことはねえよな。なんかいつも思うんだけどさ、特になんか取り付けなくても押すだけなら押せる気がするんだけど、ダメなの？ランプがついたよ。まだついていないランプが5つ。全部で6回スイッチを押せってことか。オラ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 。ダメか。適当に押しても開きそうにないね。さてどうしよっかにゃ。鍵がかかってるのか開かねえな。スイッチの方を調べてみようぜ。さっき調べた。調べましたと思う。さて一周してきたけれど、今あるアイテムはこれだけなのよね。で、水に溶かさないといけないから水を出す必要があるわけね。水か、水ね。あれ、どれだっけ、水どれだっけ。水
水これか。あ、こう調べてこうか。オッケー。タンクの出っ張りを回せたら、どうやって回す？出っ張りを回す？なんかあったっけ？ん？なんかあったっけ？ん？食器用のカートなんて役に立つ気がしなくないか？待って、カートの車輪についてるつまみ、これは使えるんじゃない？ああ、なるほど、そういうこと。なるほど、さっきの食器棚だね。大きさはちょうど良さそうだ。うん、それじゃあ外してみるね。なるほどね。つまみは2つか。これでロックが外せるといいね。まあ、つまみ2つだけどさ、別に付け直して一回付けたところをロック外して、その後別な場所に付け直してロック外せばいいんじゃない？車輪ロックのつまみだね。大きさが合えば他でも使えそう。待って、これ回す？回せる？回すってことはこれも回せたりしない？しないか。今調べたんだよね。持つ。これまあ知ってたけどね。じゃあとりあえずどれだっけ？どれだっけ？あ、これか。これだな。それじゃあ車輪につまみをつけてみるね。やった、ぴったりはまって回せたよ。よし、3人で押してみようぜ。せーの。ふう、なんとか動かせたね。それじゃ扉を開けて。って、鍵がかかってるのかよ。なんとなくそんな気がしていたけれど、困ったね。あ、見て、動かしたところの床に何か落ちてるよ。おお、スイッチじゃん。何かのスイッチみたいだ。この扉のものではなさそうだね。他に扉の鍵の手がかりは何もないし、とりあえず持っていきましょう。ただとりあえず私は水を出したいんだ。水を出したいんだ。何かのボタンのようだね。どこについていたものかな。あれ、どこについてたっけ。こっちか。これか。これだ。これだ。このスイッチってここのと同じものだよね。うん、ぴったりだね。これでここのスイッチも押せそうだよ。まあいいんだけど、どれを押せばいいかがわからない。このスイッチを押せば冷蔵庫の扉が開けられるようになるのかな。ヒントこれでしょ。水はどうやって出すんだい。どうやって出すの。え、またなんか逃してる。カートのつまみを取ってある。ん、まず温めるものが今ないもんね。違う、さっきからなんかメモ帳をタッチしてる。ん？お？この釜のハンドルって給水タンクの出っ張りと同じくらいの大きさだよね。
そうなの？だな。だけどよ、手で引っ張って外せるようなものじゃないぜ。そうね。ということは、待てよ、この流れはなんか予想つくぞ。わかるちゃん、このハンドルを取り外して使えないかな。うん、任せて。やってみるね。ハンドルにネジはついていないから、横の蓋を開ければ外せるのかな。来ましたね、いつもの。いつもの。ネジを外さないと、この蓋は取れそうにないぜ。まずはネジを外してと。おい、これで全部外れたな。で、中はどうなってるんだ。慌てない慌てない、開けてからのお楽しみってね。あ、奥の歯車が壊れてるみたい。これじゃあ釜を傾けられないわけだよ。4つのネジがあるね。いじるとどうなるんだろう。ハンドルを引き抜ければ何でもいいぜ。オレンジ色の歯車だね。ハンドルの軸の歯車にかませれば回せそうかな。なんて？ハンドルの軸の歯車。ハンドル、あ、そういうことか。はい、これか。奥の歯車は壊れてるみたいね。これじゃ釜を傾けられないわけだよ。セリフ一緒。オレンジ色の板ね。これオレンジなんだ。ああ、確かにオレンジか。ちょっと角度の問題か、黄色に見えてました。緑色の歯車だね。ハンドルの軸の歯車にかませれば回せそうかな。緑色の板ね。じゃあまあ回してみますか。はい、このネジは何かな。あ、ネジを回すと連動して動くみたい。でも軸の歯車が板にぶつかったよ。2つの歯車が引っかからないように気をつけないといけないね。うん、どういうこと。軸がぶつかってこっちには動かせないみたい。はい、あー、はいはい、なるほど。で、これは？あー、はいはい、なるへそ？え？ってこと？こう？ん？ん？軸がぶつかる。こっちにそう抜けていく。こう動くのか。とりあえずどうすればいいんだ。軸の歯車にかませる。あ、こう来てこうか。こういうこと？このハンドルを回すとどうなるのかな。ああ、
そういうことでしたか。なるほどね。ハンドルを回せば軸についてる2つの歯車も一緒に回るみたいだね。今なんか動いたよな。どういう作りになってるんだ。どうやらオレンジの歯車を回すと連動してオレンジの板も動くみたい。いやしかしな、狭すぎてこの歯車抜けなくない？そっち側に行けばいいのかこれ。こう来て、こう来て、あ、ダメ？ダメなの？こう、あ、いけるじゃん。で、こう、あー、なるほど。こうやって抜いていくわけか。はい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 。これどうする？これどうする？あ、こっちか。ここからいけるな。ここからこう来て、こう来て、こう、ダメだな。ん？どうする？え、どうする？これ、え、緑それ動かせる？これで動かせたりする？ダメだよね。そうだよね。これ回転させる方向一緒か？わからん。ん？え、どうやってかませるのこれ？え、そっち行けなくない？緑回せないと。は？あのちっちゃいのも歯車ってことなのかな？これ。あ、ちっちゃいのも歯車なんだ。緑の歯車も回すと連動して緑の板が動くみたいね。あ、これ歯車なのね。出た。これでもういける？こっからこうでしょ？いや無理か。無理だな。無理だからちょっとこれで動かしてみるか。おい、ん？あ、そっからいけるか？こっからこう来てこうか。いた。あ、やった、引き抜けたよ。ハンドル一つ取るのにも一苦労だな。ま、取れてよかったぜ。軸の部分は外せそうだね。邪魔だから取っておこう。はい、ハンドル。これを使えば水を出せるようになるんだな。うん、そうなると決まったわけじゃないけど試してみようよ。というわけで次回試します。大きな釜についていたハンドルだね。給水器に使えるかもしれないよ。持つ。ここでセーブします。給食室の探索。はい、ということでね、今回はこれにて終了とさせていただきます。ここまでご視聴ありがとうございました。次回また遊んでいきたいと思います。そんじゃんねー。